ちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、静岡県に向かっております。現在は、これは江ノ島近辺ですね。ドライブしてますよ。この道久しぶりですね。気持ちいいわ。天気もいいし、まだね、午後3時過ぎぐらいなんで、いつものように車中泊は今回しません。ただその代わりに、伊東に全泊しようかなと思ってます。全泊というかね、本泊ですけど、おお、危ない危ない危ない。今回の旅は伊東に全泊、そして、次の日に下田に行って、最終日に修善寺に行くという、静岡をね、目いっぱい楽しむ旅をね、急遽、行っております。ではまずこっからしばらくですね、もうこっから宿までね、ノンストップで行きたいと思っております。ノンストップじゃないな、てい。渋滞やべー、さすがだわ、初めてですわ。ほんとおしゃれな別荘、家なんですかね、自宅なんですかね。いやー、いいね、羨ましいね、ほんとに。うわー、おしゃれー、ふざけるな。やっと渋滞抜けた。マジでこれすごい時間かかったぞ。暗くなってきちゃったしね。それにしてもこの時間帯にあまりね、この辺来ることないんで、いいっすね、雰囲気ね。清少パーキングエリアでトイレ休憩です。さすがに疲れたな、渋滞超えて。こっからまたあと1時間ちょいぐらい運転しないといけないですからね。熱海でございます。この時間の熱海はかなり久々ですね。何年ぶりとかかもしれない。いいね、まだ明かりがついている熱海、風情感じますね。あと30分ぐらいかな、伊東までね。はい、本日の宿に着きました。以前もね、泊まったことがある、緑風園さんですね。非常にコスパのいいお宿さんでございます。はい、部屋に着きました。本日のお部屋がこちらですね。前回はね、グレードアップしていただいたので、広いお部屋だったんですけど、今回はこんな感じのお部屋ですね。もう十分です。おしゃれなスペースが。これで一人3000円とかですからね。めちゃめちゃいいでしょ。ではお腹空いたので、早速ご飯を食べに伊東の町へ繰り出そうと思います。これが楽しみだったんです、すごく。前回ここの自動販売機のコーナーのこの赤いキツネを深夜に買って食べた記憶があります。はい、というわけで今からですね、焼肉を食いに行きます。前回ね、行ったんですけど、そのお店にやってなかったんですよね。でもう一軒違うところにも焼肉屋行きたいところあるんですが、遠いので近い方から行きます。ほんと全泊の夜って最高に幸せな時間なんですよね。ほんとに旅行の中でも一番幸せな時間。お店やってるかな。着きました。今日はやってるかな。4人、来ました、いただいちゃいます。
やだ、腹減ってるからクソうまい、やばい、うますぎ。ごちそうさまでした。肉うまかった。久々ですよ。もしかしたら1年前のこの場所で焼肉を食った以来、お店で焼肉を食べてないかもしれない。キャンプでお肉はねバーベキューとかで食べてますけど、お店で焼肉食べたのは本当に覚えてないですね。この後は伊東の街を歩きたいと思います。その後に貸し切り露天風呂予約したんで、ゆっくり温泉に入る予定です。近くのウェルシアさんでこれだけ酒を買ってしまいましたね。重いんでそんなに観光できないかも。ちなみに地域共通クーポンを使って1300円でめちゃめちゃ酒と食料買いましたね。では少しだけ観光して部屋に戻ります。結構歩いたんですけどね、ケイズハウスさんにね行こうと思ったんですけど、すごい風情のある景色があって、そこに行こうと思ってたら真逆の方面に歩いてきちゃって、もうこれ戻る気しないんでこのまんまホテルに戻ります。くっそー、失敗した。はい、部屋に着きました。途中で自販機のアイスを買いました。ピンと合わないね。露天風呂の、予約した露天風呂の時間まで少し時間があるんで、ゆっくりしてからお風呂に入りに行きます。貸切露天風呂来ました。なんとこれが500円でね、約50分入れるそうなので、すごいでしょこれ。めっちゃ綺麗ですからね。そしてこんな感じですね。で、こっちが外になっていて、洗い場も綺麗と。楽しみすぎる。はい、風呂から上がってきました。もうね、時間いっぱいまで楽しみましたよ。気持ちよすぎた。この後はいよいよ前泊のね最大の楽しみ、お酒を飲みたいと思います。はい、ではやっていきます。今回は黒ビールね、いきますわ。たっぷりと注いでいただきます。本当にこの時間がね一番贅沢な時間なんです。飲み干します。うめえ。いや、酒が進みますわ。もう本当に旅の初日がね一番楽しいと言っても過言ではないですからね。やばいっす。明日二日酔いになりそう。はい、だいぶ飲んだので締めの赤いきつねを食べて寝たいと思います。いや、最高の時間でした。おやすみなさーい。おはようございます。現在朝の9時、8時半ぐらいですかね。いやー、最
最近本当お酒弱くなってますね。チェックアウトがなんと11時なので、お風呂入ってから、ゆっくりとチェックアウトの準備をしたいと思います。はい、露天風呂入ってきました。すごい気持ちよかったです。もうほぼ貸し切り状態だったんで、それもありますけれども、天気も良くて広いしね、貸し切り露天風呂の方入らなくてもですね、この大浴場があればもう全然いいですね。ではゆっくりしてですね、朝食を食べます。はい、本日の朝食でございます。本来は7時半から9時にですね、無料で朝食が食べれますので、そちらを食べることをお勧めいたします。ただ今回寝坊してしまったんでね、いつものこいつをいただきます。よし、ではチェックアウトします。はい、チェックアウトしました。もう全泊にしては本当に贅沢すぎる全泊でございました。そして本当にいいお宿でございました。また絶対に伺わせていただきます。そしてこの後はですね、ずーっとね行きたかった場所に行きます。下田に向かっております。で、伊東編がこの辺で長くなったので、下田編は後半に分けてですね、お送りしたいと思ってますので、続きは概要欄 URL から見ていただけたら嬉しいです。では一旦伊東編はここで失礼させていただきます。バイバーイ。ごちそうさまでした。すっごい美味しかった。びっくりしました。美味しくてすごいいい雰囲気でしょこれ。夜になるともっと